子ですか。国の名前？ここ A なんとかかとかかと。地球儀がいいんじゃない？あ、地球儀取ってこよう。よかった。これ見たら分からん。中国。そう、中華。中華教鞭文化部。中華教鞭文化部。 B は？ B は平壌。平壌があるところ。朝鮮民主義文化人民共和国。朝鮮民主主義人民共和国。北朝鮮だな。これは大韓民国。民国。うん。じゃあとこっちが。ロシア連邦。モンゴルは海に接してないんだよ。ロシアは海に接してない。見てごらん、モンゴル。ここで見たら分かりやすい。海がないでしょ。モンゴルって結構でかい。さっとば、自分でやってみるから。ちょっと下敷き見てみる。このさ、ここに出てるやつ書いてないよ。このさ、大分県のピョコって出てるところがこっちにも書いてない。ああ、国崎半島。国に上に東。国崎半島。これで国崎って読むんだって。はい、わかりますか？1番何ですか？守秘。はい、本当よ。2番は4番はわかるよ。天地区でしょ、こうでしょ、うん、6番とかのわかる。あっ、ね、わかったわかった、はい、わかった。はい、じゃん。はい、はい、ここが排入だ。丸つけてした方がいい。うん、もちろん。じゃあ社会のやつも知らない。社会は全丸でしょう。いきますよ。守秘、洋画、使用、配軸、洋根、配、配入。すごくね、普通に。天才じゃん。はい、働き。洋画は、幼い芽を出したら、幼い芽がどうなるんですか？何しますか？発芽する。そう、発芽して葉っぱ、そう、本葉になる。使用は栄養をあげる。うん、栄養を蓄える。栄養を蓄える。ちなみにその栄養は何に使われますか？発芽。ピンポン。発芽。うん。胚軸は発芽したら何になるの？茎。肺は？肺は発芽して体になる。そう、植物の体になるね。はい、丸してあげる。はい、次はここ、ここだ。
はい、漢字と言葉。1番までやって明日しよう。はい、寝ましょう。明日ね、また。